お、イベントモデルのラフェラーリも発売されるんだね。よかった。GR スープラレーシングコンセプトも発売されるみたいです。はい、皆さんこんにちは。今日はトミカ学院名古屋の情報が更新になったのでチェックしていきます。これがタカラトミーさんのホームページだね。で、下の方を見ていくと、開催日は12月14日の金曜日だね。平日なので10時会場になってます。いつも10時会場って言っても少し早く入場してるね。で、下の方を見ていって、今回の入場記念トミカは TDM ウォータードライブと伊豆ボンネットバスだね。で、ここだね。今回気になってるのはショッピングゾーンです。で、イベントモデルの方はナンバー21番のマツダコスモスポーツ、ナンバー22番のダイハツミゼット、この辺りはもうトミカ学院横浜と同じだね。ナンバー23のムルシエラ5、ナンバー24のトヨタ CHR、 ナンバー25番のシボレーカマロだね。これは前回レビューしたね。で、ナンバー26の恐竜運搬トラック、ナンバー15番のインプレッサ、ナンバー16番 GTR の R32 だね。ナンバー17番のトミカ博ラーメン屋台、これも今回ここで買えるね。ナンバー18番の AMG GTR だね。で、ナンバー19番ホンダ NSXR、 これも前回レビューしました。で、ナンバー20番の TDM ウォータードライブのブルーと、動物バスセットのパンダバスとトラバスだね。これもここで買えるね。で、トミカ学院横浜の時も品切れになってたけど、トミカスペシャルモデル GR スープラレーシングコンセプトも今回トミカ学院名古屋でも買えます。で、先日トミカショップとかタカラトミーモールでも発売されて全部品切れになってたね。で、このモデルも以前レビューしたのでリンクは上に貼っておきます。で、次これだね。トミカイベントモデルナンバー27番のラフェラーリだね。このモデルはトミカ博院横浜2018の発売日初日の午前中に完売したね。これわざわざ買いに行ったんだけど買えなかったです。今回ようやく買えそうかな。で、下の方を見ていくと、トミカ博開催記念モデルのアンパンマンとコキンちゃんモデルも今回発売されるね。これもトミカ博院横浜2018ではコキンちゃんモデルの方が完売してたね。で、下の方を見ていくと、トミカ博お買い上げキャンペーン、1回のお会計が5000円以上お買い物するとレジャーシートがプレゼントっていうのも今回も開催するようです。ショッピングゾーンはこんな感じだね。アトラクションゾーンも見てみようかな。アトラクションゾーンではトミカ組み立て工場のダイハツクエイクと日産シルビアとマツダ CX-5 だね。この辺りはいつも通りの車種っていう感じかな。で、その他のアトラクションはトミカジグザグ道路ゲームとかトミカエンジンスタートっていうのもあるんだね。トミカルーレット、トミカスライダー、トミカ釣り、小さいお子さんに大人気の乗れるトミカっていうのもあるね。で、プレイランドっていうのもいつも通り開催するようです。で、展示ゾーンの方はこの辺りはいつも通りの内容かな。前回のトミカ学院横浜2018と出展されるものは同じになってるのかな。この辺りも実際行ってみてチェックしてみたいと思います。はい、今日はトミカ学院名古屋2018のイベント内容をチェックしてみました。一番気になってたショッピングゾーンっていうのも公表されたね。で、イベントモデルの方はトミカ学院横浜2018で品切れされたモデルも今回発売されるね。ここでしっかり入手しておきたいと思います。で、特にこれだね。トミカイベントモデルナンバー27番のラフェラーリホワイトだね。これがトミカ学院横浜2018ですごく早く品切れして、その後オークションとかではすごい高値になってたね。ようやく今回入手できそうかな。前回のトミカ博では入手できなかったこのラフェラーリを今回なんとかゲットしてこようと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。
します。